皆さんこんにちは、エルザです。今回は無課金・未課金視点から見た次元界分裂の優先度を普通プレイヤー視点で話していきます。バージョン 2.0 になって後半に向けての準備期間に入ってきましたね。ブラックスワインや陰月を引いた人は育成が落ち着いて次のキャラ育成や次回の花火に向けての準備をしているのではと思います。そこで今回は周回異物の中でも手にかかるオーナメントについて優先度を紹介できればと思います。今回は自分が育成する上で優先していることを条件にして話していきたいと思います。 1. なるべく多くのキャラに使い回しができる。 2. アタッカー・サポーターで分ける。 3. 厳選よりも平均育成重視にするとなります。基本的には全体の育成が追いつかないとエンドコンテンツなどクリアが難しいので平均育成を基準に優先度を決めていきます。すでに育成が済んでいるなら厳選で問題はありませんが、編成が2組以上育っていない場合は参考にしてもらえればと思います。それでは早速解説していきたいと思います。まず花火を引く予定でオーナメントの厳選したい人には第三世界をおすすめしたいと思います。サポーターとの相性抜群の応援選手があるからですね。 EP 縄が不足している人は狙っていくのがいいかと思います。人によっては他のキャラのを回すのもありかなと思いますが、不足しているようなら優先度は高めとなりますね。厳選をするのであればサブステータスに速度がついたものを狙っていきましょう。調和は速度が速いほどスキルなどのサポートの回転率が上がりますので、厳選しておくのはありかなと思います。仮に花火が引けなくても他のキャラの異物として優秀ですので損はない異物となっています。続いてはアタッカーの異物不足の場合で優先度を紹介したいと思います。アタッカーはタイプが違いますのでタイプ別で紹介します。まずヘルタや姫子など追加攻撃向けの方に向けてです。虚構女子などのエンドコンテンツでヘルタや姫子の育成が追いついてないなら第6世界がおすすめです。第6世界ではサルソットがゲットできますので、この機会に回しておくのがいいかと思います。虚構女児で姫子とヘルダの需要が上がっているので、このタイミングでゲットをしておくと育成が楽になると思います。また回信率が50以上欲しい物なので、回信率がサブステについたものがゲットできれば厳選がかなり楽になるかなと思います。その他にもアルジェンティーなどを所持していた場合は合わせて厳選もできますね。この3人を所持してて育ててあればある程度虚構女児が楽になるので、虚構女児クリアを目的にするならこちらを集めるのもいいかと思います。続いては陰月や渓流などのメインアタッカーを育てる場合です。とにかくアタッカーの厳選や育成をしたい場合は第7世界を優先するようにしましょう。星々の競技場は陰月や渓流といった高火力のアタッカーと非常に相性がいいからです。ですが星々は回信率が少しでも欲しいため厳選の難易度は高く、集めれるならいくらでも欲しい異物となっています。また陰月などを所持していなくてもメインアタッカーとなるキャラには必須級の異物となってきています。数が多くても無駄にならないオーナメントとなってますので、他に回すものがないという人もこちらを回すのをお勧めします。続いて持続パーティーの育成を優先したい人です。現在ブラックストアなど来ていましたが、持続パーティーが整っていない場合は第8世界がおすすめとなります。持続キャラ自体にグラモスは必須級になっていますので、まとめて集めるにはもってこいです。またピノコニーも持続パーティーに組ませるサポーターと相性が良く、火力の底上げにつながります。そこを回すだけで持続パーティーのオーナメントが一通り集まる可能性がありますね。なので持続パーティーを新しく組み始めたという人は第8世界優先的に回すのをおすすめします。続いてサポーターのオーナメントが不足していた人の優先度になります。サポーターの優先度は一つだけで第3世界がおすすめとなります。理由はサポーターみんなで使い回せるオイル選手がゲットできるからです。こちらに関しては速度さえあれば簡単にセット効果を達成できる上にチーム全体にバフをかけれます。お手軽に編成の強化を狙えるので、ダメージを出せないサポーターの存在意義を引き上げてくれます。サポーターを育てれば腐ることのない性能をしていますので、何を回していいかわからないという人はこちらを回すようにしましょう。
困ったら選手くらいで回していいと思います。それではオーナメントを回す上で優先度が低めのものを紹介したいと思います。このあたりは結構注意がいりますね。で、注意したい異物オーナメントに関しては第4世界と第5世界のオーナメントとなります。現在は特定のキャラに対して必要な異物となっていますが、よっぽどの厳選を狙わない限りは優先度はかなり低いものとなっています。特に今ブラックスワンを育てたい人からすると銀河商事は集めたいと思いますね。ですがこれは一旦後回しをお勧めします。理由に関しては他のキャラに使い回しができないためとなってます。使い回しができないことを考えると合成などで狙った方が効率がいいのかなと思うんですよね。もしこちらを回す際は他に育てるキャラがいないかどうか必ず確認をするようにしましょう。ということで今回は以上となります。ご視聴ありがとうございました。今回の動画楽しかった、役に立ったという方がいましたら、良ければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。